照ノ富士に続いて食うことができるか阿武咲。過去の対戦、阿武咲の3対2、昨年からは勝ち負けのそれぞれ繰り返しです。さあ大事な一番です。軍配返りました。前に出ていく高安の圧力、はたき込み決まりました。高安の勝ち、勝ち越し。今場所勝ち越し一番乗りです。高安いっぱいを守りました。さあリプレイの時にたっぷり解説いただきたいと思いますが、